あ目薬入れ忘れたまあいいやどうもツなさん今日もまた一段と美しいなああ <laughs> ご冗談を <laughs> ありがとうございます今日はでもねあの久しぶりに髪を巻いたりとかしてそうしました佐々木さんなんか雰囲気いつもと違くないえ本ほんとにちょっと目薬さしていいですか 本当にって <laughs> 言ったらその目薬ちょっあのー、ドライアイなんでちょっと目薬入りますあくびつな目薬って絶対可愛く入れねんよね無理やないティッシュはティッシュどこティッシュしたしたしたはい おおはい入れましたーちょっと目薬をね入れとこうと思って <laughs> いや可愛いく目薬さすってなんなんやろどうやってやるんやろって思うんやけど分からんくない 可愛くも何も多分橋本環奈さんとかが指したらどんな顔でも多分可愛いんですけど目薬を可愛く指すのって無理いいよねそうこんばんはえ、なんか雰囲気違う髪巻いとるけんなんかなね武雄くんハートありがとうございますイシーさんディオン来たでありがとうこんばんはこんばんはこんばんは うゆうちゃんししっかりアイメイメクしてるあーなんかあのー、今日はなんかアイメイクのっていうかアイシャドウをちょっと薄くする予定やったんですけどななんかなんて言ったらいいんかなこう韓国製のものじゃないものを使うともともとの発色がすごい薄くな,薄くなっちゃってラメ重視みたいなこう小粒のラメ重視みたいな感じになって「野田さん大好きさんハートありがとうございます」なってでなんか。 っていうので足してたらなんかちょっと濃くなったかもしれないけどなんかあの韓国メイクのあのあマッットなパキととししたた色とはまた違ううう感じかもしれんですね、うん、そうだからなんかその日の気分に合わせて変えるんですけどパキッと発色させたいときは韓国のやつ使うんやけどちょっとなんか綺麗な小粒のラメの色を出したいなって時は日本のものを使うことが多いかも。 くんさくらさんハートありがとうございますポリリーオンいい名前やんこんばんみれなちゃんじゃあくんもこんばんはーありがとうございます来てくれてで、あのー、こういう感じにしてます冬っぽいのなんかね私冬メイクの定義が分からんくってすごいあのー、頑張ってますか考えてますそういろいろみやちゃんやっほ。ホー みちぃもこんばんは。あわたさん、だるまさん。だるまさんありがとうございます。パキッとしたいときは、えー、まあライブの時ですね。もうライブの時は基本的に韓国のアイシャドウに韓国の大粒ラメに韓国のティントでバキバキにやりますよやっぱ顔が薄いんで、元々の顔が薄いんでこう遠くから見てもなんかあんまり あのー、顔がぼやけないように結構発色のいいものを使うようにあのし、ー、てます友ちんもこんばんはみせちゃん髪巻いたら何かつけてる髪はねあのー、ホポパオイルみたいなやつをつけてますジジジーサじゃない無印さんのちょっと有名なやつですよそうそうそうなんですで今日はね家族でお出かけに行ってきました モバメがもう届いたよね多分いや聞いてほしい昨日さモバメを送ったつもりが遅れてなかったよねあれなんか下敷きで止まっあ下書き <laughs> 下敷き <laughs> 下書きで止まってましたよ昨日の最悪昨日しっかり書いたのにさ遅れてなかったとかつらすぎうわおいしそうすごいね愛媛のってことよね ちょっとね今日は内子に行ってきたんですよ内子町っていうまあ愛媛のえっとなんよの方なんですけどちょっと会心で食べるは難しいまあ見せる見せるよし <laughs> 聞こえてる聞こえてるわベニーマドンナじゃあベニーマドンナベニーマドンナを買いました内子町で見てこの艶

あー、なんか難しい。どうやろう？これは？いいのか、これちょっとみんな聞きたい。どうですか？たけさんハートありがとう。サンタさん結構よくない。あいいえ。えー、っと。じゃあまそうね。72点ぐらいにしときましょうか。しときましょう、ね。まなんか何とも言えん感じかな。うん、猫さん、だるまさんありがとうございます。まみんなにも点数をつけていただきたいので。 そう、めっっちゃ楽しかったそれでさあのー、うちこ町の方でえっと宇宙芋っていう芋が売ってあってさなんかなんなんやろこれってなってえっとえっ1個1個や、1個やというかえっと1袋何円 ?3 つぐらい入って六つ入って100 100円100円やったん6つぐらい入って100円の、あのー、宇宙芋っていうお芋が売ってあってそれもなんかちょっとこうなんか内智光でって昔の町並みをなんていうの保存地区みたいなね昔の町並みをそのまま保存してあるなんかところがあってでなんかそこに売ってあったんですよ。もうほんとなんかあの なんていう、お店の人がおるというよりはこうおだちんをこう入れる場所があってこう自由に買うような感じのとこですよねでその宇宙芋っていうお芋が6個ぐらい入ったのが100円で売ってて「で、宇宙芋ってなんなんやろ?」ってなって「どうしようどうしよう」って迷って結局まあ安いし買ってみようやってなって買ったんですよ見た目はなんかすごいよねアボカドじゃないけどもアボカドみたいな感じハートありがとうございますこうなんかいっぱい入ってる 感じのあいっぱい入ってるじゃないそのなんて言ってんかなこう調べてみてほしいうんなんかそういう見た目のなんかザラザラした感じのほんと不思議な見た目をしててで家に帰って天ぷらにして食べてみたんですけど美味しかったんですよそれがあ写真撮るの忘れたでも本当になんか色は揚げたら結構さつまいもっぽいちょっと黄色い感じのお芋やったかなでえっと なんかね、食感が美味しかったんですよ。里芋系のちょっとちょっと何て言ったらいいんだろうねこうねポロポロじゃないんよねそう美味しかったです私とディカブリオさんは絶賛だったんですけどお母さんはちょっといまいちピンとこなかったらしいい <laughs> ちゃん、ゆのりさん、りさハートありがとうございますそうなんかそういう美味しさがありましたね めっちゃ楽しかったよ。紅葉を見てから、まあ、結構、その、うちこないの近場を結構、うろうろ。た感じでしたね。五十分までです。今日、五十分まで、よろしくお願いします。そう,そうそう。楽しかったです。なんか、めっちゃ、今、背骨が痛かった。背骨が痛む時って、すっ、まじで。バっ、なんか。 すごい冷や汗が出る背骨 <laughs> ってなりますね結局まああれ背骨じゃなかったけどさみさきちゃんもこんばんはありがとうございます来てくれてどうも健次郎さん50分まで配信してくれるとかありがたい <laughs> いいねその心意気いいよどんだけ長くやっても え身近とかもう終わっちゃうのみたいな、ね、言われる <laughs> まああんまりもう最近そういう人おらんけどあの私の威圧感に負けたのからそういう人いないですけどそう言われるとちょっと悲しいけどねそう危機をちょっとお思い出すよね別に背骨が痛むんじゃないんやけどせそういう痛みやったけんなんかちょっと骨が痛むとなんかドッドキってな,なります <laughs> そう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 うんなんですよ。 そういう <laughs> あれですよみんな優しいから大丈夫やし私も威圧感出してるつもりはないけどみんな,なんかこう毎日配信してくれてありがとうってこうなんか毎度毎度言ってくれるけん、うん、ありがたいなってこう引け引け引け止めて <laughs> 引き止め受け止めてますよ、うん、受,け受け止めてますありがとうございますそうもう あええー、っと待ってこのルームがいつ閉鎖されるんか分からんけど今日が140日目やけんえー、っとあーそっかじゃあ200はいけんのかな200はいけんってことやなそうよねいけてもまあいけても170ぐらいやな 大晦ってないんやろかねアカウントいや,いやでももう12月25日にきっぱり卒業ってなったら多分ないですね大晦日かにはもう違うとこでやってるんかなって感じですけどえー、どうなんやろう分からんねうんなんかまあ私がその年内の活動を持ってって言ってるので まあ25日の予定ではありますけどもしなんかその後に何かあったらそこになるかもしれんしみたいな感じですね。ハートありがとうございます31日ってなればいいですけど12月31日をもってじゃなくって年内の活動をもってって言ってるのでえー、っとえそれこそ例えば。 もう12月の3日とかで最後やったとしたらもうそこで卒業になるしみたいな感じですねそう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 だから、うん、年内の活動っていうふうに言ってるので、まあ、どうだろうかみたいなどうだろうかみたいな感じですねうんそうなんでしょうみんちゃんも「こんばんはありがとうございます」来てくれてどうもどうも25までは「あ 確実にできますでもまあ絶対絶対というか多分12月結構忙しくなるとは思うんですよね徐々にねだからまあ前よりゆっくり話せる時間はちょっと減るかもしれんけど<う>大丈夫だと思う今日すきさんガタガタさんこんばんめっちゃ普通にしゃべったことない今 <laughs> なんかめっちゃ普通にしゃべったよね <laughs> 大丈夫みたいな言ったよね <laughs> プーちゃんが車用意してさ ぷーちゃんちょっと車乗っただけであの酔いますそう酔うんですよどうなヨットヨットかな今日めっちゃ歩いたけんねすごいよもう全部歩き尽くしましたねチョコさんもよう歩いてくれたよあんだけあちちゃんっチョコちゃんはもうお疲れでぐっすり寝てます そ,うそろそろ東京やからもう本当に東京行く前にこういいリフレッシュ、まあ、リフレッシュせんでもいいぐらい全然まあ普段普通にこう平和なんですけどまあ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 でもそうそうそうあのよかったと思いますねダイエットなってたらいいねプーちゃんちょっといきなり脂肪が減って焦っとんやない今 <laughs> まあどっちみちようんあの人乗り物に酔うんですよ犬っって乗り物に酔ったら あくびするっていうよねなんか、うん、ねとしさんチョコさんあれ <laughs> なんですよアキーさんあマジマジの舞台は行かれました皆さん私まだね行けてないですねそうまだ行けてないんですよなんですけど。 食欲は変わらずにあるもうずっとよもうずっと食べよりあの人はもう食欲もないも,んもう常に食べてますからねあれチョコさんえさく言うな今チョコさんえさく言うないよあさんケンさんあ昨日行ったあらーどうでしたちょっと早く私も行きたいなーって思ってるんだー思ってるんだーぜひ行ってほしい皆さんうん もう言ってるかな、うん言ってると思うんですけど舞台ってあんまりねなんかそこまでこう見に行く機会ってないのでねそう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 でも見に行った方がいいよね見に行った方がいいというか見に行きたいなって最近すごい思うようになったやっぱ得られるものってすごい多いやろうけんねうんそう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 ね面白かったえー、気になる,なるえー にに2個ぐらいは置いとってほしいかなめっちゃ食うとるやんお皿の上に紅マドーナーいっぱいあったのにめっちゃ食うてるわ140日目配信ありがとうございますイエーイ <laughs> あのすごい食べてるまあいいんですけどねまあいいんですけど もともとフルーツをねそんなに食べない人だったんですよ最近は前よりは食べるようになりましたけどたけさん愛媛は寒い今日ぬくかったな外に <laughs> 今日相当ぬくかったようんびっくりしたなんかー上着というかカーディガンみたいなの着ていとったんやけどいらんかったもん途中でぬくすぎてびっくりこいたでほんとそう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  平場さんも初見ですありがとうございますこんばんはどうも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 そうめちゃめちゃうんそう千奈さん東京むーっちゃ寒いであ本当そうなんやじゃ気をつけないか私東京行くときうんそうガーリーガーリーくかったてやすごいびっくりした結構ねもうずっと日が照っとる感じやねうんずっと日が照っとって ぬぬくかった常にぬくかかっったた常にですコート必須あそうなんコートなんか着とったら大ごとやったよね今日おおもう汗かくでってぐらい暑かったですね <laughs> そう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 うんなんですよそっかれいあちゃんからしたら東京暑く感じそうだよねえー、やと思うよしかもほら北海道の人ってもう寒さにとるけん結構やっぱ普通のう寒さになりとるけん結構やっぱ普通のこう 北海道じゃないとこの人とかよりも冬薄着よねうん慣れってすごいよもう慣れちゃってるってことやからめっちゃ笑いよったもんな去年の冬私が北海道いて <laughs> みたいな感じ震えよったら <laughs> めっちゃ笑いよったなんか「リオだけだよそんな震えてんの」って言われて確かにね周りの子みんな薄着やし「何これ」ってなりましたね もう激寒やったよもうマジで寒かったほんとに去年行った北海道うんもうおったまげーやったねいやーびっくりの記憶の方がもう寒さとして寒さとしてすごいなんか頭にこうすごい入り込んどる感じもう忘れられんあの寒さ

ってそっかえー、私ねどっちやろう私ど,どっちの方が嫌嫌い,やいやよりいつも寒いの嫌って夜あ <laughs> 本ほんと夏好きやろああまあそんな時代もあったんやけど最近そんなにやなもうなんか老けたけん生 <laughs> 下さんこんばんは横弘さんもこんばんはありがとうございますってくれてなんか夏は 夏,夏は夏でやっぱバテるきはバテちゃうんですよそう夏暑さにね結構貧血気味になっちゃったりとかするしでも寒いのは寒いので耐えれないです結構すごいなんか私冷えやすいタイプなんですよ割といや分からん今年すごい冷えやすいタイプで今年すごい冷えやすいタイプってのはおかしいんやけどすごい今,日今年すでに寒がりやからもう耐えれんかもしれん やばいでもなんか夏はそのベトベトするやんか汗かいたらなんかそういうのも含めてやっぱ嫌ですねなんか前髪がこう汗でびしょびしょになったりとかなんかこうライブがもうライブの早着替えがしもうきつかったりとかなんか本当に今そういう面ではもう夏嫌やねやっぱ、うん、やっぱそういうとこ思うと夏嫌やなうん。 冬は嫌なとこはまあとにかく冷えるのとでなんか手とかはあんま乾燥せんけんそういうとこは別に大丈夫でで <laughs> そうやね気太りするのが嫌やな服を着込まないかんのが嫌やなって思うちょっとそうそうそう,そうザキさんやる側からしたら大変そうや <laughs> やばい <laughs> あのね本当に。 いやでも、サムサムの衣装は比較的、なんかこう、早着替えがしんどいやつってそんなないけど、去年の夏やったっけ、なんかね、いつどこからこいとら、こいとらからいつどこか、アゲアゲかあ違う、揚げ揚げからいつどこやったっけ、絵の早着替えみたいなのがあって、地獄やったね、あげあげといつどこの、袖、もう暑いよ、もうなんかもう、張り付く感じよね、まだこいとらの方がスルスルした素材やから。 揚げ揚げといつどこは冬に着るにはすごいいいんですけどもう夏やばいもう地獄やんってなったもんねうんそう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 なんかこうあれなんですよねこう冬服が多いんですようん寒々はでラスアイの中で早着替え大変なのはあれやねサバイバーの衣装やねサバイバーの衣装ってさこう中身がどうなってるかって分かりにくいと思うけどこう何て言うんかな シャ,ツがシャツもボタンが結構細かくつけていただいてるのでパッパッパッて外せる感じじゃなくってでなんか中身もこういうサロペットがあってそれもなんかこうなんかシャツと留めてでその上にジャケットもこうなんかこことここでみたいな感じですごいなんか丁寧に作っていただいてる分結構その早い着替えがかなり苦労するかなって感じですね。うん、そうなんですよ 健太くんくラスアイも夏衣装作ってほしいいや私も思ってましたねなんかこう夏夏って感じのなんか全体衣装みたいなのってあんまりなかったじゃないですか多分ねうーんなんかがっつり夏っぽいのはねだからそういうのはちょっと欲しかったなって感じしますね憧れはあ、ありましたそう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 で <coughs> そういや まあ、高野さんそういや衣装ってもらえるのいやーもらえないんですよ多分多分というか、まあ、もらえないと思いますねだってまあね私が作ったわけでもなければもともと私のものって言いたいところやけど私のものではないしそうでもすごいなんかやっぱどうややっっぱぱ番番のの衣装ががが手放しがたいいですねきついものがある、うん、やっぱ自分のサイズぴったりでこう自分だけの衣装がある っていう幸せもう,もう分かってる噛みしめてる分手放すの痛いめっちゃ痛いだって世界に一つだけですよどれだけ似せて作ってもそれはもう一個しかないんですから、うん、いや買い取りたいですけどねなんなら <laughs> すごいお値段するとは思うけど買い取りたいぐらいもうコイとらはもうシャツもスカートもこの上のベストもそれこそベレー帽ももう靴下靴全部可愛いいけん なーって思います、ね、うん、いや嬉しいもんですよこう誰でも着回せるような衣装じゃないわけじゃないですかこう,こう衣装さんにサイズ測っていただいてこうデザインもしていただいてってしてるわけじゃないですかそうそうそうだからなんか、ね、そういうものって考えるとちょっときついって思っちゃう。 ね、来たまま帰ろうかなっに2二周年コンサートの終わりにしれっと私服と見せかけてこういつらの衣装にパッて着替えてベレーを「よいしょ」ってかぶって「じゃあお疲れ様でした皆さん本当に2年間ありがとうございました」みたいな感じ <laughs> キャリー持ってガガガガガっていったらいけるかな <laughs>、ね、ちょっと私服にしてはかわいすぎますけどもうそうやってしたいぐらい惜しいわーマジでうん ちょっとコイトラはさすがにバレるなアゲアゲもおもろい衣装やいけんうん、バレるなちょっと厳しいなもう大人サバイバーもい <laughs> やあの大人のサバイバーの衣装でさあの東温市観光大使の就任式行ったじゃないですか東温市役所ってねもう市役所の中をあの衣装で歩き回るのちょっと恥ずかしかったもんねなんかもろい衣装じゃないですかって <laughs>。 同じ服の人誰もいないわけよ、うん。恥ずかしがる必要ないんですけど、なんかそういう場所で。なんか一人だけ衣装を着て、しかもマイク持ってるわけでもなく、こう普通にこうやって歩いて。こうやって,こうやって。す <laughs> る感じがなんか、心細くて、なんかちょっと笑えてきちゃいました。郁代さんも、こんばんは、ありがとうございます。広野さんも、こんばんは、どうもです。どうも、どうも。四、あと四分ですね。 そう12月はさ本当にまに、あ、アイドルとしてやり残したことがないようにはまずしたいんですけどまずねこう今まで投稿してない写真もそうやしあと質問コーナーやりたいな質問コーナーアイドルや終わる卒業するまでにインスタの質問コーナーもまたちょっと時間ある時にやろうかなって思ってますちょっとみんなにできることをできる限りとりあえずやっとこうと思います。 なんかどういう写真みたいですかまあどういう写真みたいで答えれるかって言ったら昔の写真からやけんあれやけどなんかこう例えば未公開のものでどういうのがいいのかなって思ってまあちょっと小いの衣装着てるのでまだ載せてないやつはちょっとどんどん載せようとは思ってるんですけど全部 <laughs> <laughs> さやな全部載せたい,い,いところよわかりはさやねメンバーとの写真は ほぼほぼ出し惜しみなく載せとると思うけどごくまれにそうやっぱその衣装ね私服の写真は正直別にね卒業してからもまあ載せれるけどね太陽さん最初の頃の写真見たいああ挑戦者の頃ねもう挑戦者の頃の写真は多分全部出してるかな結構その度その都度その都度に出してたからそうやな まあ最近のものでも出してないのはあるかもしれんからちょっとそういうのをなんかの今日からでも載せていきたいな12月はちょっとねあ,あうん分かり用の写真は涙なしには見られないいや私も <laughs> なんか私も本当になんか分かりよってやばいなって思っちゃってる自分でも分かりよってやばいなというかなんて言ったらいいなうんなんかこれが絆かって思っちゃった これが相棒かーって感じですよねほ、うんとああいう子に出会えると思ってなかったけんねちょっとなんかそんなにこうなんか一緒に活動できなくなることがこんなに寂しいというかなんかもう手放したくないじゃないけどって思うような子に出会えると思ってなかったそうみんなに対してそうですけどやっぱまじまじは特に同い年で同じグループで。 まあ映画も一緒にやってきたりとかこういったらで一緒にセンターやったりとかもうなんか思い出が濃いので、うん、真島さん引っこ抜いたらちょっと思い出かなりすり減っちゃうぐらいの存在ですよねうんそう25日「リオン」最後の曲やってるとこ泣くみたいな泣くは泣くは,泣くはいや私も絶対泣くってかもう私12月3日やばいと思う <laughs> 12月3日絶対泣いちゃう泣かないとか無理な気がするわかんないけど、うん、寂しいよメンバーの顔見たらファンのみんなの顔見たらね,ね皆さんの顔見たら一発で泣いちゃう気がしますね、うん、でもなんか私はあんまり泣くのはダメなことじゃないって思っちゃうだってそれも自分の感情じゃないですかなんかな泣かないとか決めてないまず <laughs> かもしんない <laughs> <laughs> まず泣かないぞとか思ってないかももう絶対泣こうやーって思ってる逆に <laughs> 絶対泣くなこれみたいな感じで考えてますね,う,ねうんそうまあいいんだよ50分なったねじゃあまあ12月はまあ涙をいっぱい流してでいっぱい笑ってもう悔いなく過ごしましょうゆいちゃんさん <laughs> 泣かないとかうんそういうのやってない <laughs> <laughs> そういういいのやっってないっす泣くんだよだって涙出るもんなそうねそうですから泣きますじゃああひまりんが配信するねやってちょうどじゃあ選手交代な感じであ大野ひまりちゃんの方ねはいじゃあ終わりますよありがとうございましたお疲れ様お疲れ様みんな 明日もね、夜配信かなちょっと早めかもしれんけど、うん。配信しようと思います。はい。そう。ひまりちゃんの配信始まった。ありがとうございました。みんな、バイバーイ。じゃあねー。どうもー。終わりまーす。